TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 どうもクリス・ペプラーです。今日は2月1日、新しい月の始まりでございますが、時刻は、5時7分ちょうどでございます。ちょっとサバ読みましたけどね、今ね、ずいぶん明るいですね。もうなんか気温はまだ非常に寒いんですけれども、外を見る限りでは春はすぐそこな感じかな、ね、でも日が伸びてくるのは気持ちいいですよね。寒くてもやっぱりこう日が差してると大丈夫です。寒くて曇り空っていうのがね、もう本当落ちますよね。私大嫌いですけれども、ちなみに最近私ずいぶんすごいなんか小さい男だなっていうことを気づきました。まあ周りがそんなのみんな知ってるよって顔してますけど、いや、なぜかと言いますとですね、この間試写会がございまして、ちょうどその地下だったんですけれども、映画を見終わって、で映画を見終わって2時間半すごい長い映画だったんです。でちょっとお腹が空いていたんでホットドッグを買おうと、でもすごいずいぶん長いそのホットドッグを作るお店の人が容量が悪かったんです。すごい時間かかった、時間かかったなと。それでエレベーターに乗ってブーンと降りて下に着きました。でちょうど車に乗って出ようとしたら、なんと1800円も駐車代を取られたんです。でピーンとそれを出てきた時にパッて見ると1分遅れで300円加算されていたんです。私思わずそのホットドッグを作るやつのせいにしてしまいました。たかが300円のために1分、このもうちょっとあいつが早かったら1500円で済んでたのに、そう思った自分がすごい俺って小さい男だなと思ってしまいました。それだけじゃないです。昨日も駐車券見たらまたちょっと高い、パッて見るとまた1分が早ければ300円、本当にちっちゃい男だと思いますね。そんなことありますか、私だけですか、そういうふうに思うのは。いやですよね、タクシーかなんかで運転手さんここでいいです、どうですか、運転手さんここでいいですよ、上がっちゃった、この野郎ふざけんじゃねえ。はい、それでは今週のトップ5をご紹介しましょう。どうぞ。5位は先週28位からトップ5入り、ワンオクロック、クライアウト。4位はイエイリレオ、ミスユー、先週17位から大きくアップ。おっと、3位は王座陥落、マーク・ロンソンフィーチャリングブルーノーマーズ、アップチャン・フォンク、先週1位から痛恨の2ポイントダウン。2位は世界の終わり、ドラゴンナイト、先週2位だったマーメイド・ラプソディに代わって今週はこの曲にニューアルバムのセールスポイントが加算されました。ということで最新 TOKYO HOT 100、 1位がチェンジ、てっぺんは一体どなた。2月最初の100曲カウントダウン、ナンバーワンに輝いたのはカナブーンでした。飛ぶ鳥を落とす勢いのカナブーン、初の1位をダッシュ。 TOKYO HOT 100 Our new number one、 カナブーン、スノーグローブ。はい、ということで今週のトップ5いかがでしょうか。これが最新の TOKYO HOT 100のトップ5です。さあ、次回のゲストはグレープ。